どうもボビーアトレザーのボビーです。今日はですね、11月の13日ね、13日の金曜日ですね。あの映画でも有名な第73回目ですね、配信になります。それではオープニングムービーをご覧ください。どうぞ。ボビーアトレーザーのボビーです。大阪のですね、ボビーアトレーザーのアトリエからライブ配信でお届けしております。ね、まあ、ゆっくりね、お付き合いいただければ幸いです、ね、早くももう週末ですよね。11月ももう半ばまで、来ました。何をやっているんやろうと思いながらですね、いつももうあのわちゃわちゃと過ごしてますけどね、皆さん風邪などひかず、ね、元気で、お過ごしでしょうか。ね、ですね、昨日の配信を終えてからですね、ちょっと打ち合わせというか、昨日ですね、あれからですね、まあお客さんがとですね、納品してたんですけども、ずっとですね、制作していたこれですね、スタッツをですね、装飾したあの革ジャンというか病ジャンというかね、ライダースジャケットですね。これをですね、ずっと今月作ってるの、まあいろいろ配信でもですね、道具のこととかもろもろをね、ネタにしてねおしゃべりしてきましたけどもね、昨日やっとですね、納品をさせていただきました。その時のね、エピソードっていうか、をですね、お話ししようかなと思います。ね、関西の方でですね、まあいろいろ夢を持ってですね頑張られてる方なんですけどもね、まあこれ後ろ姿ですね、今回ですねこの、肩とかね、そういうところにですね、とか腕、袖口周りとかね、この肩とかね、こんな感じでね、約900からまあまあ900台かなぐらいかな、大体1000いくかいかんかぐらいのね、スタッツをですね、1個ずつ取り付けていきました。ね、これお借りした、お預かりした革ジャンにですね、装飾をさせていただきました。まあまあ、こういうのはね、パンクの世界とかハードコアの世界でですね、皆さんご自分でですね、病を買ってきてですね、カスタムというか、まあ、装飾というかリメイクというか、そういう感じでですね取り付けてるんですけど、まあまあ僕の方にですねご依頼いただいてですね、まあそれでお手伝いをさせていただいたんですけどもね、でまあこの袖の方もですね、やっぱこう動きがこう出るんでね、やっぱりそう動きが出るとこっていうのはなんかこうヒラヒラさせてるとかですね、いろいろ装飾したりするっていうのがやっぱりこうセオリーなんでですね、袖口にもですねスタッツをですねこうダブルでですね打ち込みましたね。最初はもう一個ずつこうやってたんですけど、やっぱりボリューム感というかこう肩のところのバランスとか考えてですね、増やしていきましたね。でもやっぱこう納品にした時のエピソードなんですけどもね、こうまずこうアトリエにいらしてね、これですわ言うて、おお言うて、なんかこう驚きの表情ですね。でこうね、着てきた上着を脱いでですね、パッとこう袖を通されたですね、やっぱこう一瞬にして、顔つきが変わるっていうかですね、シャキッとするんですね。なんかこうシャンとするというか、背筋も伸びてね、キリッとした感じで姿見を見るわけですよ。こうやってね、で
表情がですね生き生きとしてですね、であとですねしばらくしたらですねにんまりしてね、あのこうディティールをこう見るわけですよ。こう例えばまあここまあ僕の顔で見てもこんな感じでね、こうやって 見ながらですね、はあはあっていろいろこうさすったりねしながらニッコニコしてね、で何度もですね、うわケンシロウになった気分や、ケンシロウになれたとかね、あのね、あの北斗の拳のあのケンシロウねとかマッドマックスとか、あそういう世界あるじゃないですか、荒廃したね。でよしこれもうボビーさんこれ着て帰りますわ、で、あこれってやったらもう僕も南に行けますねとかで、なんかあのまあ南って言ったらあのまあ大阪の繁華街ですね、あのグリコのとかね、あのカニ道楽のあれが有名な感じでイメージされると思うんですけどね、まあまあ東京で言うたらちょっと新宿とか渋谷とかそういう感じのエリアかな、うん、そんな感じのところですね。で、まあこれからですね、これやったら喧嘩も強なるかもしれへんとかで、なんかそういうねあの感じで、まあ喧嘩だけはしてくれるなと伝えましたけどねボビーアドレザーは来てねったら、あのもっとあの凛々しくあの立ち振る舞いは気をつけてくれということね、まあボビーアドレザーの、まあ、カスタムですけどもね、まあ、あのサインは僕は入れてませんけど、それはあのそれだけはこらえてくれということですね。わかりましたってね、でなんかこう思いましたね。やっぱこうなんかいいものっていうか、なんかこう自分だけのものができた時とかね、いうのはこうやっぱこう気が締まるっていうかですね、なんていうんやろ、強くなれるっていうか、うん、なんか変身できるっていうかね、あのユニフォーム効果っていう言葉があるですね、うん、まあ例えば、うん、そうやな、今その役になりきるっていうような感じだと思うんですけど、例えばまあ、警察官のねポリスマンの格好とかしたとしましょうか。ね、そしたらそういう感じの立ち振る舞いをしたりとかね、駅員さんとか、うん、とかね、そういう制服とかね羽織ったらねシャキッとしてですね、時間もきちっとしたりとかね、うん、ゴミを落とさないとかね、うん、そういう効果があるそうですね。なんかそういう感じがして、やっぱこうなんかこう自分だけのものをですね、やっぱそれまでねその革ジャンもお預かりしたものなので、ずっとね、普段着で、ラフに着てはったと思うんですけども、なんかねそれがですねすごくこうバチッと決め顔になってですね、うん、その時のこういう表情の変わり方とかねを見てたらですね、やっぱ感動しますね、うん、もう作り手のとしてもね、お手伝いさせてもらった身のね僕にとってもそうですし、うん、あすごくこれはいいことをさせてもらったなって、うん、その方のね人生が、ね、少しでもですね、なんかこう豊かなものになってくれればなと思いますしね、うん、そう思いながらもこの2週間余りね、ずっとそのねスタッズと向き合ってきたわけですけどね、うん、なんかすごく感動させていただきましたね。でまあ今朝ですねブログもそのことについてね、写真やらねいろいろつけてですね、述べてますんでね、うん、ぜひね、後でね、読んでいただければなと思います。それとですね、まあ写真もねたくさんのね撮っときましたんでね、それをですね、ある程度こうピックアップしてスライドショーに、したんでね、最後にね、ご覧いただければなと思ってます。いろいろ設定しましたよ、うん、あ皆さんいろいろご覧いただきありがとうございます。坂上さんありがとうございます。こんにちはね、いい週末をお過ごしください、ね、またね今日も金曜日でしょ、土日がね楽しい土日をねお過ごしください皆さんね。それでは今日はですね、そのスライドショーを見ながら、お別れしたいと思います。ボビーでした。ありがとうございます。じゃあね、バイ。